こんにちは。お久しぶりです。長友愛理です。11月に毎日配信をすると言って、今現在まで毎日配信しております。朝活やったり、夜やったり、1日3本配信したりとやっております。で、中間発表というか、まあもう残り10日ぐらいしかないんですけど、まあ、APEX がなんとゴールド2まで行きました。ちなみにゴールド2まで行くのは初めてです。いやー嬉しい。だからあとちょっと頑張れば行けると、てか行かないと無理で、ギルティーギアが皆さんがね配信とかでこう鍛えたりしてくれているので、2段から全然上がれなかったんですけど、なんとか今5段まで上がりました。で、あとがチャンネル登録者数1万6000人です。はい、こちらが今すごく困難でして、先日マネージャーと話したところ、プーさんとね、そしたらまあそのもしクリアすることができたら素敵なプレゼントあげるよって言われたんですけど、でもクリアできなかった場合はの話をされまして、クリアできなかったら12月も引き続き毎日動画投稿、動画配信、投稿か配信、まあ主に YouTube チャンネルを、続けるということですね。1万6000人いくまでまあね、もう YouTuber の方とかさ、もうほんと VTuber の方とか毎日のように配信してるし投稿してるけど、私はそんなんじゃなかったから、いきなりこの20日間今やってみて、やばい、本当にやばい、本当に尊敬します。ちょっとなので1万6000人行くまで毎日配信になってしまいました。宮崎に帰りたいです帰れないよこのままじゃ、完全に諸事情なんですけれども、なのでよかったらチャンネル登録をしてくれると本当に嬉しいです。でもやっぱり配信してるとちょこちょこ増えてきて本当にありがとうございます。そして毎日配信してて見てくれて本当にありがとうございます。もうあとはチャンネル登録者数だけです。もう絶対ギルティとエイペックスはなんとでも行くので、皆さん力を貸してください。よろしくお願いします